はい、こんにちは。サックス大学の曽根和樹です。今日は僕が金曜日毎週アップしている聞き流して覚えるアドリブシリーズをやっていきたいと思います。今日やるフレーズなんですけど、皆さんシーケンスフレーズって聞いたことありますか？あんまり聞いたことないと思うんですけど、シーケンスフレーズって細切れの短いフレーズを繰り返して使うことをシーケンスフレーズって言うんですけど、これを今日はやっていきたいと思います。ということで、始めていく前に、サックス大学生徒募集中です。チャンネル登録のボタンを押すだけで誰でも入学できますので、お願いします。早速始めていくんですけど、シーケンスフレーズ1回ちょっと吹いてみますね。例えばラードっていうたった2音のフレーズを何回も繰り返す、そういうフレーズをシーケンスフレーズって言うんですけど、こんな感じです。こういうフレーズのことをシーケンスフレーズって言うんですよ。今日はね、それをやっていきたいと思うんですけど、このシーケンスフレーズってどういう時に使うかっていうと、アドリブを吹いてるじゃないですか。で、少し盛り上げていきたいなっていうところで効果的なフレーズになってきます。なので、今までフレーズをやっていて、気持ちは盛り上がってきてるんだけど、フレーズが盛り上げられないなっていう人にはかなり効果的なフレーズになってきますので、ぜひ覚えてください。で、やり方もね、いろいろあって、基本的にはペンタトニックの音を使ってください。ペンタトニックを簡単に説明すると、ドレミファソラシドの4番目と7番目を抜いたドレミソラ、この5つの音をペンタトニックって言うんですけど、基本的にはそういうペンタトニックでできる短いフレーズを組み合わせることを、シーケンスフレーズって言います。必ずペンタトニックではないんですけど、ペンタトニックが多いです。実際、シーケンスフレーズどういうのがあるかっていうのは、アドリブの練習をやっていきますので、何回も聞いてフレーズを覚えてください。何回も聞いて何回も練習すれば必ず覚えられますので、今日はできるだけペンタトニックを音を使いますので、頑張って音を探してください。例えば僕が吹いたフレーズをできるだけ真似して吹いてほしいんですけど、ペンタトニックって音がずれても同じ感じに聞こえるんですよ。例えばドラドラソミっていうフレーズを僕が吹いたとしますね。で、皆さんが真似して吹いた時にラソラソミレって吹いちゃったとしても、ペンタトニックってそれはそれで OK なんですよ。だからちょっとぐらいずれてもペンタトニックって大丈夫なので、できるだけ真似して吹いてみてください。ということで、今日もいつも通り僕と皆さんで交代で4小節ずつやってみますので、シーケンスフレーズばっかりだと飽きちゃうと思うので、シーケンスフレーズを使いながら、いつも通りアドリブをやってみましょう。なので、今日は少し盛り上げるために使うシーケンスフレーズなので、少し盛り上げた感じのアドリブをやってみましょう。どうぞ。
Thank you.
いかがでしたでしょうか。これがシーケンスフレーズと言います。これね、いきなりできましたか。やっぱね、同じリズム繰り返してると、まあなんかリズムが分かんなくなってくるというか、まあ合わなくなってくるんですよ。これだから慣れが必要なので、何回も聞いて、まあちょっと何回も練習して、まあフレーズの感じ覚えてください。これ覚えればかなりアドリブが盛り上がりますので、まあ結構ね、まあ飛び道具的な盛り上がり方をするので、聞いたことあるんじゃないですか。こういうフレーズ結構ね、みんな使いますので、まあぜひね、これできるようになったらアドリブがかなり盛り上がりますので、ぜひ練習してみてください。ということで今日ね、この辺で終わりたいと思うんですけど、最後にいいねボタンを押しといてもらえると非常に嬉しいです。ということで、さよなら。